つまり間宮ゆいは痴漢の被害者ではなく、江原明宏とグルになって殺人のアリバイをでっち上げていたと。我々は痴漢の件を片付けたいだけなのに、弁護側はそこまで話を広げるわけですか。被告人が痴漢した動機を説明するには、御子柴殺害の事実確認が必須です。そもそも今回の痴漢事件は狂言で、そこに有罪判決が下されることまで初めから彼らの筋書きにあったんです。法廷に強い敵意を持つ被告人ですね。江原は誤審を誘導することで殺しのアリバイを法廷のお墨付きにしたんです。当時は御子柴の死体がまだ出てなかったから気づくことは難しかったと思いますが、我々が出し抜かれたのは確かです。我々？あなたの本業は弁護士じゃなくて探偵でしょ。八神先生は今も弁護士の資格をお持ちです。気に障ったんなら忘れてください。高野健二、私を指導してくれた上司は若い頃そちらの源田先生が苦手だったそうですよ。いたずらに犯罪者たちの無罪を主張し、負けてもしつこく絡んでくる。検察官には常に攻撃的で、おまけにカムロ町でヤクザともつるんでた。何より無礼な態度が許せなかったと。へえ、源田先生のことをよくご存知なんですね。私も駆け出しの頃、源田先生に小僧扱いされてました。正直いい印象がありません。検事から苦手と言われるなんて、弁護士にとってそれ以上の褒め言葉はありません。話を戻しましょう。確認ですが、被告人自身は控訴の件を了承してるんですね。ええ。しかし、もし江原が本当に殺人を犯してるなら、そのアリバイを蒸し返されたくないはずでしょ。江原の目的は殺人の罪を逃れることじゃないんです。じゃあ何だと言うんだ。法を貶め、嘲笑ってみせること。だったらそんなのは相手にしないことが最善の手だ。ええ、多分そうですね。法が公正であることより、検察や法廷のメンツを第一とするなら。何だと？ああ、失礼、遅くなりました。今回控訴にあたって弁護側は被告人の無罪を主張する気ですか？そしてそのために彼の殺人を立証すると。待ってください、その前にそちらは？警察庁の方です。江原が現役の警察官ということもあり、今回一応状況を確認させてもらいたいと。議論に加わるわけじゃありません。警察もこれ以上恥をかくわけにはいきませんから、正しい情報を国民に発信する必要があるんです。お名前を伺えますか？坂東と申します。肩書きは？警察庁の所属で調整官とだけ。これ以上話し合いの邪魔になりたくはありません。どうぞお気になさらず続けてください。私が思ってた以上に、ここは非公式な場のようですね。裁判長に改めて検察の意見を申し上げます。江原明宏の控訴において、我々は例の殺人動画を新証拠として認められません。出どころ不明のネットの噂に過ぎないんです。軽々しく法廷に持ち込んで審理すべきではありません。確かに。さらに江原が法廷に強い敵意を持っているのなら、例のネット動画もまた罠である可能性があります。罠？ええ。次は逆に映像を加工捏造していたという新証拠がネットに流出するかもしれませんよ。その時控訴が始まっていたらどうします？やっぱりやめようとその場でお開きとしますか？江原一人の気まぐれに振り回される、
そんな法廷の姿を国民に見せるわけにはいきません。であるならば、法は粛々と江原に下した刑を執行すべきです。いかがです、弁護人。あなた方はそこまで考慮した上で控訴を申し立ててるんですか？ええ、何と言われようと私たちは被告人の無罪を主張します。あんたもそうか？